どうもこんにちは、アンティークカフェのミキです。みんなニャッピーニャッピー。はい、みんな元気がいいですね。今日は、まあ、じいさんの撮影だったんですけども、まあ、また可愛く撮れたと思うんですけども、今は卒業シーズンということで、まあ、出会いとか別れの話をしたいわけなんですけども、僕的にはその3月4月のシーズンっていうのは、高校とか卒業してしたりとか、あと大学とか卒業したりとか、いろいろ別れ離れになってしまうと思うんですけども、それって僕はいいことだと思ってます。それっていうのはやっぱり出会いっていうのは悲しいんですけども、また大きくなってみんなで出会うっていうことができると思うんですね。で、今は悲しいって思ってる人も自分の夢を見つけて、で、その夢をつかみ取って、で、またみんなに会いに来たら僕はいいと思ってます。で、僕もやっぱり卒業シーズン悲しかったんですけども、でも自分には夢があって、こうやって今、まあ、カメラに向かって話すこともできてますし、またみんなに歌を届けることもできてるんで、すごく嬉しく思ってるし、今友達に会ったら胸張ってみんなに僕は歌歌ってるよって言えるんで、みんなもそんな夢を見つけて頑張ってほしいと思っています。まあ、こんなぐたらな、会話になってしまったんですけども、すいません。では、アンティークカフェのミキでした。バイニャピー、バイバイ。